割と、うちの大学のある科の、〇〇くんっていう男性の職員さんがいらっしゃるんですけども、この人がですね、もう、なんていうのかな、筋金入りの、こう、鉄分多めな人なんですよ。鉄道ファンなんですよ。で、鉄道ファンなんだけど、鉄道だけではなくて、まあ、車とか飛行機とかカメラとか結構広範囲にわたってすごく、なんていうのかな、関心、興味を持っている人なんですよね。で、飛行機もかなり好きな人で、なんかそのわざわざ飛行機に乗るためだけにどっかに行くと。つまりその目的地に行くことが目的なのではなくて、飛行機に乗ることが目的っていう人ね。その移動そのものが目的っていう目的にもなるような人なんですけれども。で、今日は、こっから先はですね、飛行機オタクの方、飛行機に関心がある方以外には全くつまんない話だと思います。面白くない話だと思いますので、止めていただいていいと思いますけれども、今回宮古に行くにあたって、羽田から那覇まで行って、那覇で乗り換えて宮古に行くっていう感じの、乗り継ぎ便だったんですけれども、羽田から那覇までが、エアバスの A350 の900っていうですね、比較的新しい2019かなんかに導入された飛行機だったんですよ。で、これは、席を予約する段階で、その飛行機だってことに僕は気づいて、まあその飛行機を抑える段階で、その機種が使われるんだってことに気づいて、もうその段階からもうかなり興奮したんですよね。新しい飛行機に乗る、みたいな感じの、まあ興奮を覚えましたと。で、乗った時にですね、まあ一番面白かったのは、面白かったっていうか、僕的に興味があったのは、面白かったのは、面白かったっていうか、興味があったっていうか、なのは、尾翼と、飛行機の胴体の下の2箇所にカメラがついてるんですよ。で、これが、出発する飛行場の空港のゲートにまだくっついてる段階から見ることができて、まあゲートからこう車みたいなもので押されていってバックして、で、誘導路ってとこを通って滑走路でグイーって滑走して飛ぶわけよね。ほんで、まあある程度飛んで、だん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 高度を下ろして着陸して、まあ最初、また、別な空港のゲートに入るという流れなわけですけれども、そのほぼ全ての期間、このカメラを見ることができるんですよ。ただその水平飛行の時ね、例えば1万2000メートルぐらいのところ水平で飛んでいくわけですけど、その時は別にこう、どっちを見ても、まあ例えば曇ってれば雲みたいな感じなんで面白くないんだけども、その離陸するところとか着陸するところってのはすごくこう、なんていうかな、今までにない視点でのね、映像なので、これ本当に興奮しました。なので、これですね、すべての座席の前に10インチのモニターがついていて、そのモニターでそういう映像を見られるんですよ。まあだから周りの人たちはな結構なんかその映画とかアニメとかなんかバラエティとか見たりするんだけども、僕なんかずっとその飛行機のその尾翼と胴の下のカメラの映像ずっと見たりとかして、まあ仕事しながらなんか変わった時あったらこうやって振ってみるとかね、いうことしたんですよ。で、ちょっと自分の前の席についてるこのモニターね、自分の前の人の座席の後ろについてるモニターをこうやってスマホで撮った映像があるんですよ。で、着陸の時は、こうやって来て地面にドーンガガガガってなるんで、ちょっと衝撃ありますけれども、その辺の映像をね、ちょっと撮ってきましたので、これ多分著作権とかないんじゃないかと思うので、この後差し込みますね。はい。Thank you.
じゃあまた。